どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、レスキューハウスっていう YouTube チャンネルがあって、これ25万人ぐらいのファンの方がチャンネルを登録してて、ね、私も結構好きで関わりを持たせていただいたんですけども、このレスキューハウスっていうのは、元ねレスキューの方で、命の現場、災害の現場とかで多くの方の人命を救ってきた方が、その経験をもとに普段の暮らしでどのように生命を守っていくのかとか、命をどう助けていくのかとかね、そして自分自身、そして家族をどのように、育んでいくのかってことをね、多角的な視点で、放送してくださった方で、あ、こういう方がいるのはまだまだ日本の社会救われるなと、若いもんも捨てたもんじゃないなとね、私も思うわけなんですよ。というのがもうね、他者のことに、無関心と言いますかね、で、無関心ながら人が言うことが気になっちゃってね、なんかわざわざどっかの掲示板とかコミュニティに行って時間の無駄をしながら自分の心を疲弊させていって、しかもそれをね、そんな掲示板とかコミュニティとか関係ない人に話して、その人の精神まで駆逐させていくみたいな、こんな連鎖が、負の連鎖が起きてるわけなんですよね。そういったものに立ち向かってくださっているんだろうなという、数少ない若いエネルギーが今回またね、無配慮な人たちによってちょっと駆逐されて、放送がなんかねできなくなっちゃってきてるってことで、非常に姑息な日本人の側面が出てるなと。正確に言うと日本人ではなくて、日本の特定のねインターネットを悪用してる方ですよね。暴言とか罵詈雑言っていうのは誰でも書き込めるわけなんですよ。でそれをねわざわざ日本語で見えるところに書いてしまうっていう、このずるさっていうのがあると思います。私も思うんですけども、一発ね、これ過激な意見かもしれませんけども、正直に言いますけども、暴力で型をつけた方がいいと思うんですよ、何もかも。そしたら卑怯な言論で人が苛まれることはないのになと思うんですよ。で暴力って言ってもやっぱ怠慢勝負ですよね。1対1で戦って腕力が強い人が勝つみたいな方にした方がまだすっきりすると思うんですよ。でこの、なんかね、考えに対してものすごく嫌悪感を持つ人いると思いますけども、でも実際向こうがやり返してこないからっていうので暴言をコメント欄書いたりとかするわけじゃないですか。で言葉の暴力とかって言いますけども、はっきりパンチを食らわせるよりもかなり効くんですよね。顎に受けた傷っていうのは2週間もすれば治りますよ。でも非常にね、心をえぐるような言葉っていうのは、考えに考え抜いてこの人は一番ダメージを食らうだろうなっていうのを隠れたところから投げるわけじゃないですか。それで未来ある若者、そして人の命を救う人を、その活動ができないようにしてしまうというね、それでなんかね楽しんでる人がいると思うと非常にやりきれんなというところがありますよね。だからなんか、目の前に出てこいと思うわけですよね、私の場合はね。こんな考え方って今多分誰にも認められないと思いますけども、だからこそこんなになっちゃってるんだと思うんですよ。シンプルにね、強いやつが勝つって世の中の方がまだ正直だと思うんですよ。で弱さを売りにする人もいますからね、姑息だなと思いますよ。それはいろんな状況があるんだと思いますけども、やっぱね、なんていうの、なんか強い者損とかね、勝った人損みたいな感じになっちゃって、頑張れば頑張るほどこう駆逐されるんですよね、なんかね。出る杭は打たれるじゃないですけども、影響力を持つようになった人にはそれなりの責任があるとかね、有名税だとかいう言葉を誰かが作ってきてね、まるでその多くの人に見られてる人の方が責任が重いみたいな感じ方をする人がいると思いますけども、全ては平等なんじゃないかなと思うんですよ。平等であり公平なはずなのに、なぜか弱いものが強くなっちゃってるというかね、弱さを売りにして弱い人を攻撃するのは良くないっていう陰に隠れて先頭を張ってる人間をね、苛んでいるところがあって、だったらいいよと、じゃあこっちはこっちの得意分野でやるからお前かかってこいよって話になりますよね。それでもう打ち死にした方が私もいいくらいでね、なんかもういたたまれないですよね、こういうふうな、せっかく人をね救うためにやってらっしゃる方とか、自分の身を投げ打って前線に立ってる方を、その家族ごとをこうめちゃくちゃにするわけですから、もうひどい話だなと思いますよね。そういうのがね、どっちかというと、俺んとこ来いやっていう感じなんですよね。来ないわけですよ、そういうの。本当になんかこう感じよくてね、丁寧な人のところに行って
その人が再起不能になったら次の人を探すわけですよ。だからなんかかかってこいやみたいなところには来ないですよね。あのブレイキングダウンっていうね、あの格闘技のチャンネルが YouTube であって、あの朝倉未来さんとかが軸になってやってるわけなんですけども、こちらの方はどっちかって言ったらかかってこいやみたいな感じのところに、おい行ったるでみたいな感じでね、あのすごい、怖いわけなんですよ結構ね、まあ、いわゆる反社とかアンダーグラウンドとか犯罪歴のある人とかはもうわっと来るわけですけども、こっちの方がよっぽどシンプルで、1分間の勝負の後わだかまりが残る人もいるんですけども、結局はね、あのお互いの敬意っていうものはそこにあるんですよ。拳を戦わした後っていうかね、すごくこっちの方が正直だと思いますよね。あの勝った者が次のチャンスを得て、負けた者はまた新しいチャンスに向かって心身自分の内側を鍛えるみたいな感じで、そこにはねやっぱり罵詈雑言とかないわけですよね。なんか無言ですよねそこはね、まあ、無言で表面的には殴り合って蹴り合って傷つけ合うんだけども、すごく深い絆が生まれるっていうか、でそれがペーパービューを数億円とか叩き出していって、多くの方の心にまあなんかね、正義の火を灯すじゃないですけどね、正義っていう考え方も曖昧なんで、曖昧だけども確かにあるんですよ正義ってのは。理解できない人が正義がいっぱいあるよねって言ってるだけで、そういう知能の低い人はちょっと置いといてね、確かにある正義ってのはあるわけですよ。その一つがあのわざわざ人を傷つける意図を持ってね、コメント欄書かないってことじゃないかなと思うんですよね。しかも直接関わりがある人じゃなくて、関わりのない人にやってるわけですから、立ちが悪くって。なぜかね、人ってのは関わりのない人の言葉を信じてね、目の前にいる人のことを軽んじるわけなんですよ。皆さんも家族の間の会話減ってるんじゃないですか。そして多分自分の大切な人との会話よりもその人以外の人との会話を大事にしてると思うんですよ。それでいいんでしょうか。その結果何が起きてるんでしょうかってことですね。私もこの YouTube 活動を通じて、あの多くの方との関わりを持っていますけども、逆にですね、多くの関わりを持たないようにしていって、今このチャンネル登録者数で再生数を絞り込むことに言ってみれば成功してるんですよ。これ負け惜しむでも何でもなくってね、毎日毎日コメントが50件とか100件入ってたらどっちにしろ見れませんから、で見なくなりますよね。見なくなると反応が悪いなってことでコメントを書く人も減ってきて今に至るわけなんですよ。ものすごく私たちは扱いやすいそのパイになったかなと思いますし、だからこそ密にできるし、きっとついてきてくださってる方っていうのは不満がないと思うんですよ。そして私が何を一番大事にしてるかってことも分かった上で、私との関係を続けてくれてると思いますしね。で今回レスキューハウスというね、あの非常に意義深いチャンネル、こんなね警察でも消防でもやってくれるようなことを針の穴をつくようにねやってくださる隊長というね、動画に出てくださってる方なんですけども、この方がこんな目にね、なんで合わされるこの日本ってのは何なんだろうと思いますよね。だから言論によってこんなことが起きるんだったら言論なんでも不要で、もうまともとね原始時代の暴力の時代に戻った方がまだスッキリすると思います。あの歴史的なことを振り返ってみると、暴力によって培われて今の文明があるってことを考えたら、言論によって今の文明壊れてますからね。じゃあどっちを選ぶのかってことになっちゃうじゃないですか。私もこんなこと言いたくないんですよ。話せばわかるようなあの知識レベルをみんなに持っていただきたいと思いますし、私も持ちたいと思ってるんですけども、どっちかっていうと頭を使うことみんなやめてるんで、かといってじゃあ体使ってるんですか、使ってないんですよね。どっちかっていうと、まあ、誰かを蝕みながら生きているということで、お互いに消耗し合いながら結局はこう消えていくのかなってことですよね。もう少なくともともなんかね、自分の思いのままやってる人はもうほっといたらいいじゃないですかね、でできない人ができる人をこう駆逐するっていう形がね、どうも私には不具合に思えてならないかなというところでございます。まあ、それではあの今回最新の動画やっとアップロードしてございました。非常に暗い動画になってますけども、実録音声レスキューハウスがもう限界かもしれない、今回の騒動について隊長と夕日の現状ということで、もう私がねもうこの目の前にいたらね、なんでしょうね、まあ、この辺にしときましょうか。じゃあ動画の方をご覧ください。